どうも。どうも。みつると柊です。おはようございます。京都ボーイズです。京都ボーイズです。始まりました。始まってますか？始まってましたね。はい、まあ今日も一日が終わるんですけども。まあね、だいぶ暗いですか。10時半ぐらいかな。はい、だいぶ遅いですね。うん、遅いですね。珍しい。ごめんね、呼び出して。そんな呼び出して。いい。まあいつもの僕らのたまり場、隅から。ありがたいことにですね。みんな来てくれるので。めちゃくちゃいいね。そう今ね、何がいいって朝からやってて、うん、11時までやってるから朝はコーヒー飲めて夜はちょっとワイン一杯でもって感じで、うん、今日はちょっとジンジャーソーダなんですけどめっちゃうまいですよ。美味しいです。関西やったら、まあ、京都やったら僕らだけじゃないですか。そうです。カンパニーっていう会社なんですけど、うわ、後でチャレンジ飲んでたらめちゃめちゃうまいです。これめちゃくちゃ美味しいんで、うん、ぜひぜひぜひ。で、まあ、そんな話をしに来たんじゃないんですけど前から言っている僕の写真展の日程が決まりまして、なんと決まりましたか。いつですか。12月の3日日曜日の11時から11時から11時やりますんで、9日までかな。1週間。なるほど。やらさせてもらいます。いや、いいっすね。場所はね、ギャラリーメタボっていう岡崎の方にあって、まあ、Google マップでギャラリーメタボって調べたら出てくるんで、まあ、この辺とかどこか用意しておいてもらえたらいいかなと思うんですけど、はい。まあ、僕が写真やり始めてからの写真をから今までの写真を、まあ、全部は載せれないけどちょくちょく抜擢してそれを写真展にするっていうやつですね。ほんまに楽しみですね。逆に今までやってきてなかったんよっていう古典というか、うん、昔一回やったのかな。ああ、そうなんですか。4年前ぐらいか。古典じゃなくてグループ展みたいな感じだった。グループ展。ああ、そうなんですか。京都でグループ展一回やってないけど、今回は僕だけの古典をやります。まあ、なんかこう集大成的な一区切り的な感じですよね。一区切りですね。うん、告知用の、まあ、京都市内に貼るポスター、はい、この辺に、はい、今多分出てると思います。はい、めちゃめちゃかっこいいんでほんまにこんな写真撮れんねやっていう。でもね、飾りたくなるようなポスター。あ、でもほんとそう、うん、あれかっこいいっすね。ポスターってなんかいついつどこどこでバンとかじゃなくて、確かに写真がメインの、うん、それだけ写真展が終わってもか、あの、まだ貼っとこうかなっていう、うん、思ってもらえるようなポスターにしたんで、うん、まあ、ちょっとそれは隅にも貼らさせてもらいますし、はい、まあ、あとは京都市内の飲食店とかホテルとかにちょくちょく貼ってあるんで、まあ、12月9日までところどころに貼ってあるんで見つけてもらえたら嬉しいかなと思います。で、写真展の内容はあんまり多くは言えないですけどね、ネタバレになっちゃうんで、うん、でも普通の写真展にはしないです。普通っていうか、まあ、飾ってるだけっていうのもしなくて、どっちかっていうと楽しんでもらえる写真展にするんで、はい、それは来てからのお楽しみっていう感じで楽しみにしてくれたらなと思います。ちょっとこう話聞いてる感じだけでいくと、ね、そうなんですよね。どうなるんやろっていう、まあ、予測ができない。めちゃくちゃ今ギリギリです時間がね、結構11月の今が、今日は7です。そうですね、7、はい、7日ですね、うん、ちょくちょくは進んでます。でもう確実に前進はしてるんですけど、うん、最後までちょっと油断できないというか納得というかもあるんで、今はもうそれで頭いっぱいですまあ急ピッチですからね。そう、仕事もあるんでね、うん、まあそうね、水谷さんの場合はしながらやりながら、そうそうそう、それだけっていうの難しいですかね、また、うん、かな。あと写真の販売もするんで。そうですよね、それも気になる。なんか確かにこう実際に物質として写真を手に取るっていうのって、うん、めっちゃいいんじゃないかなと、うん、デジタルで消化されてしまうんじゃなくて、そうそうそう、うん、ちゃんと物としてね、うん、ちゃんと見れるようにはさせていただきますし、すごい楽しみ。はい、なんかざっくりテーマあるんですか。さっきそのポスターお見せしたじゃないですか、うん、なんかいろいろテーマを考えたんですよ、うん、でそれこそ僕は毎日写真撮ったし、うん、撮ってましたね。で1週間っていうテーマにしようかなとか、セブンデイズとかいろいろあったけど、
なんか言葉にするのもなんか僕は違うなと思って。あ、うん、なるほど。三つ若林フォトエキシビジョンセブンデイズとか、うん、なんかちょっとくどいというか、うん、僕の中でも、うん、もうすでにそこはくどいかなと思ってやってるから、これは今回だけじゃなくて次も やっていきたいから、うん、シャープ01、シャープ02、はい、03、04、05、どっかでテーマは変わるかもしれへんし、うん、来年もやっていきたいっていうつもりもあるんで、うん、定期的にね、うんうんうん、そういうテーマにしました、はい、インスタで見せてる写真は僕の三つ若林っていう方のインスタで見せてる写真はほぼないんじゃないかな。SNS 上ではほぼ公開されてない。僕がもう無意識に何も考えず毎日投稿してた方のアカウントではあるかもしれない、うんうんうん、はいっぱいあるかもしれないですけど、じゃあまあ違った観点で水谷さんの表現をこう見られるっていうのは、うん、SNS の iPhone で見た時に、うん、まあ、言うたら映える写真は今までいっぱい撮ってきましたけど、またそれとは飾りたい写真というのは僕の中でぶっちゃけ違って、あれはあくまでも携帯で見たらおーってなる写真、うん、ああなんかいいなって思ってます写真、うん、ただ実際物質化としてプリントした時に、うん、じゃそれを飾りたくなるかって言ったら、僕はいい意味で次の、ね、ネクストステップに行きたい、うん、写真家として SNS だけやってるんじゃなくて、ちゃんと物質化になった時にこれじゃないなっていうのはもう前からずっと思ってたから、うん、だから写真展進化っていうのもあるし、うん、コロナがきっかけでみんなが外出れへんくなって、はい、遠出とかね、うん、自分の家の近所ここだけとかで毎日写真を撮ろうって絶対決めてたやろ、うん、それでそれを約2年間やった結果、うん、気づいた点がいろいろあって、写真って本来こういうもんだよなっていうのを改めて気づいたからこそ、じゃあやろうかなっていう気持ちになったのもあります。楽しみです。多分それやってなかったらやってない、まあ、そうですよね。もしかしたらそれこそ SNS にまだ特化してやってたかもしれない。多分ずっとこうやってしがみついたかもしれない。うん、なるほど。ある意味そこに、うん、そこにずっとしがみつくっていうか、うん、感じがあるかもしれない。でも新しい発見があったからこそ、うん、ちょっと新しいことに挑戦したいって気持ちがすごい出てきたから、今回はその写真展をするんで、来た人によっては全然違うとかなるかもしれへんけど、うん、でも楽しんでもらえるような写真展にしたいとは僕は思ってるんで、まあ来てくれた人ががっかりしないようには確実にします。水谷さんはこう楽しんでもらえるっていうのを多分毎回写真展の話したら絶対言うんですよ。それってなんかこう感じる側がに投げるんじゃなくて、ちゃんとこう寄り添ってくれてる感じってめちゃめちゃ楽しみですね、マジで、うん、来てくれる人が楽しんでくれへんかったら自己満だけで終わっちゃうし、それはそれでいいんやけど、うん、なんかせっかくね足を運んでくれて、それこそ日曜日にあんのに、せっかくの週末の一日をね、休みの一日を年末なのに僕の写真展に来てくれるってことを考えたら、師走、ね、まあ、ですからね、入って早々にそうですからね、考えたら楽しんでもらいたいなって気持ちもあるんで、その気持ち、それの気持ちの方が強いかな。まあ、楽しんでくれたらそれでいいし、楽しみ、ふらっと来て、あ、なんか良かったなって思ってもらえたらそれでいいです、うん、初日は結構人が来るかもしれないんで、うん、全然平日とかに来てもらっても僕はいるんで基本的に、うん、その間はお仕事は極力入れないんで、はい、来てくれたらちょっとでもお話できたらいいなと僕は思うので、うん、はい、もしかしたらシュウ君もいるかも、タイミングで、はい、もしかしたらあやたもいるかもで、はい、もしかしたら陽平さんもいるかもですね、うん、はい、京都ボーイズが集まるかも、で京都ボーイズファンには嬉しいサプライズの一枚もあるかも、そうなんや普通に知らんわそれ、ね、僕らが知らないからねそうそう、いっちゃん僕らがサプライズを受けてるから、確かにそうかも、どこに貼ろうかなとか思ってる、あ、マジっすか、いやそれも楽しみ、でもそれは売り物じゃないんで、それだけ、ああなるほど、だって4人で仲良くね、うん、楽しく何の見返りもなく楽しく写真をやってるグループなんで、うん、でも京都ボーイズがなかったら
こんだけ写真愛がなかったかもしれないし、ね、コロナが始まる前、まあね、始まってからか、うん、始まってから京都ボーイズ始まってるから、そうですね、あの時ね、何する暇やな、なんかしようやってなってなですね。じゃあ陽平さんが4人でなんか YouTube でもやろうって言って、うん、やる？え？ YouTuber みたいなノリ俺無理やでって言ってね、言ってましたよね、言ってましたね。でも本当それこそみんなが集まる場所になったし、あと僕も写真をこうようやく楽しんで撮るきっかけになったというか、ちゃんと、まあ、そういった一面も含めてね、ね、そうっすよね、うん、京都ボーイズの皆さんには本当感謝してます。いや本当よ、結構なんかしんみりした話になっちゃうけど、そうそうそう、皆さんがいてくれたからこそ次どんな企画にしようかなとか、うん、俺こういうフィルムカメラ持ってるしやろうかとか、うん、フィルムで違うこんなあるしとか、レンズ買ったしやろうよとか、毎回そういう話はやってるんで、皆さん M6 だって買うか分かんなかったですもんね。もしくはこれやってなかったら買ってないね。ね、買ってないかもしれないですよね。 Q2 も買ってないかも、ズミルックスも買ってないかも。京都ボイスでけえな、でけえな。京都ボイスお金かかるな。いやいや、めちゃくちゃお金かかるな。かけてるんです。まあそういう、ね、感じ です、ね、そういうきっかけあったからこそ今回写真展をやることになったので、うん、まあよかったら来てねっていう感じです、ね、はい、ぜひ皆様足運んでいただければ、うん、あでもその時僕誰かともし喋ってたら押すって言ってくれたら押す押すって言うから横入りでもね、一旦押すって言う時は押す押す押すって言うから押す押す押す。まあ一個だけ言ってきます。あのほんまに実物で見ると動画で見るよりめっちゃでかいんですよ。めっちゃでかいんでちょっとピクってなっちゃうかもしれないですけど、ちょっと一歩踏み出して押すって言ってみてください。ちゃんと優しく返ってくるんで、押そす押そすって返ってくるんで、ぜひ皆さん最近視聴者の方に道端で押すって言われて、え？あ、押そす。京都も一応押せやねんな。そうやねん、誰も追いついてへんねんな。そうそうそう、ちょっと忘れちゃってるんで。多分陽平さんはちゃんとその辺すごい、陽平さんもでもこの前ね、押してるとうっすみたいな。言えてない、普通にフランクないとこみたいな。ついついね、もうあの僕らが油断してますから。ちょっとね、その辺はカツ入れてもらって、ね、押すって言ったら押そすって言うから、お願いします。お願いします。そんな感じですかね。ですね。はい。はい、じゃあ最後にしゅうくんお願いします。じゃあ恒例のいきますよ。みんなも負けないで、押し合い負けないでくださいね。それでは今日も領域展開。してない人即死だぜ。というわけで次の京都ボーイズの動画でお会いしましょう。せーの、領域展開。なんなんそれ。だから領域展開なんで、あんましてないじゃないですか。あ、してないし、はい、これ即死です。ありがとうございました。呪術廻戦？あ、そうです、呪術廻戦。見たことないでしょ。あ、もう死んでるんで。帰ろうか。帰りましょう。はい。お疲れ様でした。あ、頑張るぞ、からつけ。待ってます。